ました。とんでもないです。本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、緊張するわ。ギリギリでやってもうね、僕サンクリすぐトントントンで終わって全然当てらんねえな。今日はあの山本選手にいろんなことをね聞きたいなと思いまして、はい、ここまで、はい、キャンプ第1クロー終わりましたけど、調整具合はどうでしょうか。そうですね、まあ、しっかり練習たくさんできてるんで充実感ありますね。WBC、今回代表、もう順当だと、僕らは思ってるんですけども、今回栗山監督から山本投手にかけられた言葉っていうのは、どんな言葉をかけられたんでしょうか。まずすごくなんか感謝の言葉をたくさんいただいて、でもう一度その力を貸していただけませんか。すごい低姿勢な方だなと。すごく電話で来るんですよね。そうですね、あれ本当クリスマスにトレーニング終わったらなんかあの知らない番号着信と、その後メッセージでなんか栗山ですみたいなの来てて、でもしかしてと思ってかけ直したらその話でしたね。今までその代表とか選ばれるときに監督から直々にこう電話っていうことあるんですか。いや、基本はマネージャー、球団マネージャーをからだったので、はい、初めてのパターンでしたね。まあなんかそういったところもなんか栗山監督らしいなと僕思ってしまって、なんかすごいあの覚悟というか、はいはいはい、勝つぞっていう、はいはい、なんかそういう気持ちはすごい伝わる一面だなと思って、今なんかちょっと安心しました。栗山さんらしいなと思って。WBC に向けての調整法ってこれからどういうふうにされていくんですか。はいはい、まあ、去年は2月宮崎で、試合には投げずに3月のオープン戦から始まったんですけど、まあ、それもまた WBC があるので紅白戦に登板したり、まあ、試合がまず前倒しになるのと、はい、早いけど、まあ、急ぐのは良くないなっていうのは確かにすごく納得して、まあ、本当にじっくり練習を積み重ねようかなと思ってます。もう多分国民全員が期待していることだと思うので、本当に怪我だけは絶対にしないでほしいというのが、はい、ファンの願いでございます、はい、早いですね、そっちは、そっちは一応あの TBS WBC 応援団ということで団長ですか、はい、団長ですね。もう本当にあの12球団のファンを代表して今ここに立たせてもらっているので、はい、早いですね。早く、はい、まあ、WBC でも、実際エースという形で、皆様にこう期待を背負う形になると思うんですけど、日の丸を背負う不安だったり、なんかそういうプレッシャーというものを感じたりしますか。そうですね、やっぱり、まあ、試合が近くなってきたりしたら、まあ、ちょっとネガティブな気持ちがなったり、まあ、それはもちろんオリックスの試合でも一緒で、毎試合やっぱすごいこう不安な気持ちになったりもありますけど、やっぱそれが結局こうプレーし終わってみると喜びが大きくなったり、なんていうんですかね、そう試合前はやっぱりすごいその不安が大きくなりますけど、その大きくなった分試合後の喜びもすごい、まあ、今までも何度か味わっているので、はい、まあ、頑張りたいなと、なんとか頑張ろうと思ってます。ピッチャーの気持ちは分かんないですけど、あの投げて勝った時って、はい、その分不安だった気持ちがうっしゃーってなるんですか、やっぱり。そうですね、まあ、うん、そうですね、リーグ戦だったらもう毎週来るんで、はい、あれ爆発はないですけど、まあ、本当に解放されたような感覚で、翌日とかめっちゃ気持ちいいです。でまた1週間次の登板に向けて、そうですね、またすぐ来るんで、あ、切り替えてって感じですね。それがね、また日の丸背負ってもまた同じで、すごいな、メンタリティがすごいですね、本当に。いや、全然すごくないですね。ギリギリでやってます。今までこう僕対戦してきた中で、はいはいはい、やっぱもう僕のイメージで勝手に話すと、まっすぐ、はいはい、カーブフォーク、はいはい、本当はもっと球種あるのに、うん、僕の時大体この3つだったんですけど、はいはい、それはあの何なんですかね。何なんでしょうね。どうトントンストーンっていう。確かに何か記憶ありますね。はい、記憶あるんかな。そんな感じのイメージが。いやでもね、あのそのいろいろとこういろんなデータ見ていく中で、はいはい、あのそのまっすぐカーブフォークっていい意味でも悪い意味でもなんかこう昭和のピッチャーではないですけども、うんうん、山本由伸投手のなんかその理想、一試合を投げ切る理想としては何が理想ですか。3球勝負が理想なのか、それとも1球で打たすのかだったり、うん、そうですね、まあ、あの基本、まあ、多分データとか見ても思うと思うんですけど、基本 3球勝負というか、まあ、どんどんストライク投げていって、まあ、球数少なくっていう感じなので、
そうです、まあ、理想は何かは分かんないですけど、まあ、相手にもよると思いますけど、基本はもう本当ストライクゾーンにどんどん強いボールを投げていくっていう感じですね。そうですよね、僕の時もどんどんストライクゾーンに来てたのはすごい印象的なんですけど、近藤選手の時はすごいキワキワ投げてるイメージがあって、首振ってちょっと投げてるところ見てたんですけど、はい、あと本当にね、めちゃめちゃ笑ってます。いや、そう、いつもそうなの。だって僕ね、多分2番とかだったんです。それで3番コンちゃんとかなんですけど、もうね、僕3クリすぐトントントンで終わって、コンちゃんにどうでしたって言われるんですけど、分からんしか言わなくて、ね、全然当てになんねえな、このバッターとか言いながら打席立ってたんで、近藤が。なるほど。でよくね、でもあのなんか山本選手キャッチャーに対して聞くじゃないですか、なんかこう、なんかちょっとこうなっただこうなっただこうなったとかなんか聞いてたのが、あれってすごい何なのかなと思って、ベンチでも一球一球何か確認してるなと思ってたんですけど、あれってこうキャッチャーの若月選手何確認されてたんですか。基本、まあ、ストレートもフォークもそうですけど、例えばストレートだったら、まあ、一番ベストはまっすぐ伸びがいいですけど、うん、ちょっとタイミングがダメだったら、まあ、シュートして入ったり、なんていうんですかね、まあ、ミスした球がこうシュートだったり、まあ、ちょっと引っ掛けてスライダー球にあったり、まあ、フォークも縦に落ちるときとこう縦狙ってるのにこっちになんかこう抜けてこっちに流れてるとか、そういうのを感覚と、まあ、キャッチャーの感じでちょっと感覚を合わせてっていう作業です。あ、そうだったんですよ。僕てっきり、はいはい、あの僕打席に耐える前にこうやってやってたんで、はいはい、あの外まっすぐだけでいいよみたいな、そんな感じでやってるのかなと思ってあれ何言ってんだろうなと思いながら、そんなさすがにそれは違う、そんな失礼なことはしないですね毎年毎年進化をしている山本投手の中で、ちょっとブルペンの投球でしかまだ見てないんですけど、はいはいはい、今年ちょっとクイックしながら投げてるじゃないですか、はいはい、次の進化はどういう進化になるんですか。やっぱりスムーズさというか、はい、まあ、やっぱり力だけで投げるのってやっぱ限界あるじゃないですか、はい、限界あるというか、なんていうんですかね、まあ、限界あるじゃないですか、少ない出力でっていう、はい、筋肉だけというかじゃなくて、もっとスムーズな重心移動で、まあ、いいタイミングで、まあ、合わせるのはどうかわかんないですけど、体重移動に合わせて投げたら結構伸びを感じたんで、あ、これでこれいいな。なるほど、今ちょっとこうクイック気味に投げてるのは、はい、その自分の投げてるその体とその自分のイメージを合体融合させた時に伸びを一番感じる。そうです、もともとやっぱり伸びのあるまっすぐがいいなと思ってたんで、まあ、そうやってたら、まあ、入りは足なんか上げるとなんかまたちょっと崩れるというか、なんていうんでしょう、タイミングちょっと違うかなっていう。でもまあ足上げなさすぎたら投げ急いで曲げなくなるんで、っていうのをこうなんていうんでしょう、順番にこう行ってたら、まあ、今ぐらいの間になりました。でもすごく気になって、ね、また進化するわって、はい、もうこれ以上山本投手が進化することによってもうメディアさんが追いつかないと思うんですよ。あの本当にね、いろんなところでね、あのやっぱ菅野さんがこうやってみたりとか、いろんなやってて、あ、また菅野さん次何すんのみたいな、はいはいはい、それと同じ感覚で、山本投手見たときに、まあ、次またどんな進化するんだよって、もう多分簡単に言ったらもう絶望ですよね。メディアも絶望、野手からも絶望。なのでまたこう山本投手にをどう打ち崩すかって考えなきゃいけないので、それも本当勝手な位置、野球ファンとして見てました。あ、本当ですか、はい、なのですごくこれからも楽しみです。ありがとうございます、はい、でもこの WBC で、はい、今回山本投手のもう世界に向けてここを見てくれっていうのをもしあれば教えてもらいたいな。そうですね、もう本当に、はい、とにかく野球がすごい好きなので、まあそういった、まあ、大きな舞台でもしっかり楽しんでプレーしたいなと、まあ、思ってるので、はい、そのプレーしてる姿を、はい、見てほしいですね。世界中ね、僕はもう本当ファン代表なので、はい、勝手なこと言いますけど、はい、世界中の一流のバッターを山本投手が投げ倒す姿っていうのをもう勝手に想像していますので、ファン代表として本当によろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます。 WBC の目標は、はい、はい、もう本当にそれは全員が目指している世界一、はい、もうそこしかないと思うので、まあ、その中でしっかり力になれるように
全力で頑張ることですね。ありがとうございます。ありがとうございます。力強い言葉ありがとうございます。ありがとうございます。怪我なく、はい、ファン代表として応援しますので頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。お疲れ様です。いえ、よろしくお願いします。